皆さんこんにちは、加藤です。今回は CBD MAX を解約したくて、困ってる皆さんにお知らせがあります。レペゼン地球、ラファエル、エビスジャップ、郵政層などなどですね、多くの YouTuber が宣伝している CBD MAX という製品がですね、本当は長期のプランで、加入するものなんですけども、説明をねちゃんと読んでなくて、契約してしまって、で解約したくてもできなくて困ってるという方がですねたくさんいるようです。で僕はですね、CBD MAX の、ね製品に関して、疑問を持っていて、で、それに関して動画をねいろいろとアップしてきたんですけれども、それを見てくれた人がですねちょっと何人か連絡をしてくれてですね、結構困ってる方がいるってことが分かりました。なので、同様にね、CBD MAX を契約しちゃったんだけど、解約できなくて困ってるという方がいたらですね、解約できるかどうかは分かりませんけれども、僕の方に連絡、くれたら嬉しいなと思います。Twitter の方で、メンション付きで、連絡してください。で、それらのね話をまとめて、日本、臨床カンナビロイド学会というところにですね直接、問い合わせてみようと思ってます。で、解約できるとか、約束はできませんけれども、ちょっとねいろいろと僕個人としても疑問に思っていることがたくさんあるんで、ぜひね皆さんも協力してくれたら嬉しいなと思います。でね、日本もねこれから、医療用嗜好用とタイマー合法化されるでしょうし、CBD のマーケットもねどんどん大きくなっていくと思うんですよ。で、今回のようなケースがあったせいで、CBD のことが嫌いになったとかですね、タイマー業界に関する不信感とかですね、そういうのを持った人が出ないようにしてほしいなと。本来 CBD はすごくいいものだし、嗜好用のタイマーもね、お酒なんかと一緒にた、同じように、楽しむタイマーっていうのもですね結構いいものなので、今回を機にとにかく、CBD やタイマーのことを嫌いになってほしくないという思いが強いです。なので、繰り返しますけど、僕のね、Twitter まで、ぜひ連絡してくれたら嬉しいなと思います。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。